ポイント3本。高橋健太郎のエースです。セットポイントを握っています。トーレアローズです。ポイントトーレです。そしてセットカウント1-1タイスコアとなっています。サントリーサンプルズホームゲーム。ポイント3本。サーファーナンバー10ケイヤン。速攻鈴木裕司一つ返し、最後のファイト。では VOM 選出の大谷選手にボードを持っていただきながらお話伺っていきます。まずは VOM 選手おめでとうございます。ありがとうございます。今日はですね、先ほど山村監督もおっしゃっていたように今シーズンの MTC におけるホームゲームの最終日です。そこで、ね、VOM 選出、まずはどのようなお気持ちですか？今日はないだろうなと
正直思ってたんですけど、まあ、選んでもらえて嬉しいです、はい。キャプテンとしてね、ここまでシーズンを引っ張ってきて12連勝ということになりました。しっかりとキャプテンとして牽引しているということですよ。ご自身でここまでの戦い、まあ、MTC で今日は節目なんでね、ちょっと振り返ってもらっていいですか。そうですね、やっぱりいつも練習している体育館でもありますし、まあ、その中で平日の練習から、みんなが最後までボールを追って諦めない姿っていうのは、全員が実践していますので、まあ、いつも通りこうこの MTC では、そのいつもの練習が、試合で出せているんじゃないのかなとは思います。まあ、その効果もあるのか、例えば昨日のゲーム1ファーストセットを落としまして、セカンドセットへの切り替えで、今日のゲーム2も、第2セット落としましたけども、そこからの切り替えなどが非常にこう今シーズン切り替える力というのが強くなっていると感じます。そのあたり何が要因としてあると考えますか。そうですね、セットごとにやっぱり、まあ、波があるっていうのは、まだまだ僕らの課題ではあるんですけれども、まあ、取られた後に、まあ、下を向くとかそういうのがなくて、常にこう選手同士で会話したり、まあ、いつも通りのプレーを心がけるっていうのは、常に多分個々がもう意識できているので、その面は去年と違うとこかなとは思います。まあ、日々のその意識づけが強くさらにできているということなんですね。はい。うん、さて、次節からは大分三好に始まりましてアウェイロードです。最後になりますが、今日も VTB でたくさんのサンバーズファンが応援をしてくれていますので、最後にメッセージいただけますか。はい。最後の美濃トレーニングセンターでの、試合になりましたけれども、勝って終わることが できました。応援してくださるファンの皆様のおかげだと思っております。また来週からも、きつい試合、苦しい試合が続くと思いますので、これからもサンバーズに温かいご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日見事 VOM 選出されましたサンバーズキャプテンです、ナンバーナイン大山正樹選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて最後になりますが、大山選手、いつもの締めワード、はい、盛大にいきましょう。はい、はい、それではスタッフ関係者の皆さん、選手の皆さん、一緒になりましょう。元気いっぱいいきますよ。そしてリモート応援をしていただいている皆さん、一緒にやりますよ。それではお願いします。いきます。1、2、3番コングラチュレーションズ VOM。